LINE とかが流出しちゃったみたいな感じですもんね。なんかあの数字の、そうですね、もう072わらみたいな、だからああもうはい、もうその下水考え方というか、クイズセックスやるっていうとんでもない、まあ、そういうちょっと軽率な行動がきっかけで離婚したというところなので、 100% 僕が悪いと。それ以来もうそのクイズは出してない、出すわけないじゃないですか。この間もかまいたちさんの番組とかでも、まあ、エロコンさんみたいな感じになるんですけど。